吉田さん、中田敦彦の YouTube 大学ってあるじゃないですか。で、私熱心に見てた時期もあるんですけども、最近は見てないんですよね。まあ、でもそこで言えるのは、中田敦彦さんが YouTube であれだけね、パフォーマンスよろしく、ものすごく滑舌よくね、喋れるのって、やっぱ芸能界にいてテレビに出てたっていう下積みがあるからだと思うんですよ。まあ、ですんでね、テレビに出てた時代っていうのが、まあ、到達点なのか下積みなのかっていう見方も、まあなんか分かれるんだろうなと思うんですよ。 YouTube の下積みとしてテレビ地上波に出ていた、エンタの神様に出ていたっていうね、面白い見方ができると思うんですよね。通常はテレビに出るのがゴールになると思うんですよね。いやでもね、もっと言うと、中田敦彦さんがなんでね、武勇伝みたいなでんでんででんでんっていう風に面白くできたかっていうと、あの時も結構しゃべりいけてたわけじゃないですか。っていうことはどういうことかっていうとね、多分ね、大学時代、ひいては高校時代、結構ね、周りの人とよく喋ってたんじゃないかなと思いますし、周りの人を喜ばしたり励ましたりすることをなんか習慣になってたと思うんですよ。もちろん勉強もしっかりやったと思うんですけども、なんか気づいたことがあったら、ね、これおかしくね、おかしくねみたいな感じで周りの人を巻き込んでね、お、中田確かにそうだよねって言わせたような、そのレスポンスを繰り返しながら、なんかね、いつもあのトークの中心人物でムードメーカーになっていたんじゃないかなと思いますよね。これは私の想像ですけどね。だからね、全部下積みなんですよね、きっとね。今 YouTube 大学ってのを中田さんやってると思いますけども、まだ続けてると思いますけども、この YouTube の活動ですら、これから立ち向かうべき50代60代に向かってのね、多分下積みになると思うんですよ。で、私のことをくっとね考えてみると、私の下積みってのは、まあ言ってみれば40歳から始めたかなと思いますよね。40歳から金を稼ぐってことにフォーカスして、なんかお金を稼ぐっていうのはね、これ高橋がなりさんっていうね、例の吉田さんがお会いした方も言ってましたけども、お金を稼ぐっていうのは紛れもない他者からの通知表なんだって言ってましたよね。で、私も本当そう思うんですよ。商売をしていて自分の売り上げゼロってことはね、周りの人から見てお前ゼロ円だよって言われてるわけなんですよ。ビジネス的には、人間的にはではないですよ。ここをね、捉え違いして、俺はゼロの人間じゃないですよって怒り出す人いるんですけども、違うんですよ。ビジネスということに区切ってみれば、お金をいただけないってことは、どれだけやってもタダで使われるってことはね、安く使われるってことは、それが社会からの自分に寄せられた通知表なんですよね。だからその通知表を毎日毎日見るために、毎日売り上げにトライしなくてはいけないと思います。吉谷さんも今いろんな商品売ってますけども、買っていただけるってことは、それが通知表なんだと思うんですよ。で、月に100万円もらえる通知表なのか、10万円しかもらえない通知表なのか、1000万円もらえる通知表なのかってことはあります。で、まあ私のことを言えばね、私は自分に通知表を出してくれる人、なるべく甘い通知表を出してくれる人を最初のうちに仕込んだとも言えるんですよ。それが投資ですよね。今仲良くしといたら、将来甘い点数つけてあげるよっていう人が、何者でもないうちに私のところに語りかけてきたんで、じゃあ今のうちに応援しとくねと、将来君が育ったら俺に甘々の通知表をつけてねってことで、今育ったそのいろんなね、投資の案件が私に甘々の通知表を毎月出してくれるんで、いやー、乗っといてよかったなと、応援しといてよかったなみたいな関係です。でも、ことビジネスをするときっていうのは、よくこういう商品出してくれました、待ってたんですよ、本当にこれが欲しかったんですよっていう風な商品を作って、そしてそういう風な思いの人を集客して、はいどうぞって届けてるんで、いい通知表の点数もらえると思うんですよね。だからこれもね、私が下積みしたからなんですよ。まず私の下積みってのは、セルフバッグを知らない人に対して、これ絶対に高い評価をつけてくれるだろう、2万円という評価をつけてくれるだろう、1時間で2万円くれるだろうっていうふうな通知表をもらえそうな人に情報発信をしていたってことなんですよね。そうすると、まさにアフィリエイトとか、こういったセルフバッグなんて知らない方が、本当ですかってことで来る、本当ですよねってことを証明する、そうすると本当にお金あげますっていうような関係が生まれてくるんですよね。で、高い通知をもらった人ですから、それこそ次のセールスもうまくいく、要するにリピートが起きるわけなんですよ。吉谷さんもこれをね、ずっとやってると思うんですよね。商品を提供しましたね、これが詐欺商品だったらもう売れませんよ。でも次の商品も買っていただけるってことは、リピートが起きるってことは、売った商品が買わしてくれてありがとうっていう風な評価につながってると思うんですよね。まさに吉谷さんは実践をしながら、その実践そのものが次のステップの下積みになっている
すごくいい例だと思います。これは私も似たようなことをしてたんでよくわかりますけども、リピートを起こすってことはその方が満足するものを前回提供できたってことの何よりの証明なんですよね。でもさっきね、吉田さんが動画の中で言われてました、親方の背中を見てとんずらしたみたいなね、そんなこと言ってましたけども、これは吉田さんから見てその会社に対する通知表だと思うんですよ。こんなところは義理書いていなくなってもどうってことねえやみたいなね。確かにその職場を話したくないなと思ったり、その職場自体は疑問があっても、その親方がねすごく憧れる人だったら少なくとも辞めないか、親方に相談しているか、親方にすら何も言わずに消えるってことはないと思うんですよね。だから吉田さんから見てその職場には次の不安定さを引き換えにしてでも脱出したいほど魅力がないところだったんですよね。で期待値もあったと思います。就職が決まって行ってみたらなんだこれやみたいなところだったと、そういうところで離れてたと思うんですよ。今はね板金屋に勤めるどころか R34 を板金屋に下ろすような始末でしょだからもともといた板金屋を取引先顧客にじゃないわ、依頼先にしてるわけなんですよ。だからもしかしたらね面白いですよね。板金屋に真面目に勤めてたら R34 を手に入らずにお客さんの持ってくる R34 を修理しながらいいなとか思ってたかもしれませんよね。で車やっていろんな車修理できるからいいですよねみたいなね、そういうところにマインドをついたかもしれません。いやでも今の方がいいでしょ吉谷さんね。いってらっしゃい。